お疲れ様です。今日はこちら神宮でやっていきます。さあ久々ね、進化工場ババリアン使っていこうと思います。サイクル1-2のね、はい、4コスの、進化工場というわけで、まあ HP 尽きるまで突進しまくるんで、まあ本当タワーをワンパンでね、持っていく破壊力があるよというのが魅力的なポイントかなと思いますが、まあ進化テスラや進化 ISP でまあ簡単にね止まりやすいっていう弱点もねあるので、まあそんな特別多く使われてるデッキがあるわけでもないか。はい、そんななんか、はい。まあまあまあ、刺されば強いかな。刺さんなければ微妙みたいなカードです。はい。まあけど、今回ね、進化工場プラス進化ナイトがあるので、まあ進化ナイトの後ろに進化工場出しとくと、結構相手ね、防衛むずいです。はい。止まんないみたいなのあります。かつ、進化工場は、走ってる時に、目の前の小物系ですね、スケアゴブリンとかそういうのはね、引きます。引いてなんか倒しちゃうんで、そういう部分では小物系には強いイメージがあります。はい、ってことで、まあ進化を取り回したいですね。今回の相手なんかバルーンなんですけど、コウモリもいて大砲もあってみたいな、レアな、あ、惜しいな、今の。わかんない。まあ、めっちゃ高回転のバルーン。で、ディガーもあるんで、まあ、ここでディガーバルーン来るだけ、おまずいが、さあ、一旦ね、相手は控えめであると。アイスピで受けれるかな。さあ、ミスって、事故りはしないと。まあ、待ったっていいな。俺多分2枚タイム入った方が戦いやすいかな。どうだろう。マジ、ディガーバルーン。やばいっすね。一生まさにくて、これ。ああ、できなかったか。まあ、最低限じゃないですか。まあ、ここで本当バルーン来たら負けるんですけど。行っちゃおうかな。なんで、進化工場回りました。ふんふんふん、いやこれ工場ちょっと強いよ。そんなことねえかった。いや惜しいな。思って頑張ってはいる。いや頑張ってはいたな。いや進化ザップにもちょっと弱いのか。まあまあ、まあ許容しながらね。無駄になるよこれ。おつ、まあ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 、え、まあ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 なんですね。あんまり、いやまあバルーンとかなんかちょっと嫌だったりしましたが、なんか終わったらしいです。はい、まあ、なんとかなりましたよと。まあ、進化工場ね。ああいうリセット系があると、ちょっと通しにくいんですが、刺さるときはマジ刺さるんでね、気をつけないといけないカードではあります。取りましんか、回すか。はい。まあ、さっきみたいに、マザネクで事故ってくれるとラッキーっすね。ゴースト、ユーノムート、工場。まあ、陸でプレッシャー与えながら、相手のマザネク、相手のコウモリとかは、まあ、ガゴとか、マザネクで頑張りたい。これ別に工場で受けてもいいんですよね。結局その進化を回したいだけなんで俺。はい。それまでの暇つぶしで。コウモリスケドロコ。いや、マザネクがね、ちょっといい。まあ、適当に耐えまして。
相手は最近流行りの迫撃枯渇。いやーディガー単品だとねブラスター3発でミリ残っちゃうんですよね。これ何もしないのやや痛ではあります。まあ耐えれば相手絶対きついぞ。エレキマザニックが来いよ。まあ最悪ヤナメもあるんだね。タワーブラスターで単体には強くして小物系はヤナメマザニックエレキでなんとかしようぜっていうね。一旦耐え、いや攻め迫あると思うんですけどね。全然来ないな。来た。そんなこと言ってたらまあこれリセットされちゃったんですけど、マザネク欲しい。からの、いやーコウモリまで見てはいたが、うちのママが言うの？いやまあいいダメか、ちょっと痛いけど。さあ問題はねこっから相手がねこんな感じに芋ってくるんで、こっからの削りがねちょっと大変っていう話ね。やべ、やべ、あぶね。ふー、最後拾っていく。ちょっとなんか許容、かっこよく許容してみたいな考えてたら、はい、危なかった。はい、バラアイ。工藤くん。普通のタワーだ。まあ一番耐えちゃってもいいし、別に攻めちゃってもいいが、なんかこの手札微妙だな。やべえ、そんなことある？ふふふ、逆に難しいか。さあゴブリンバルキリー、結構デッキは限られそうだな。ホグワルチロケ可能性としてはあるっすね。いやめっちゃそう。いや残ったでかい。これ近畿するのもしにくいみたいな。えらい近畿してくるっすね。でもホグファルチか、まあちょっとめんどいよね。まあこれ防衛むずくね、バルキリー咲いたらゴブリン、ゴブリン出てこないなんてことある？おい勝ちました。なんで、いやマジで、まあ相手のホグが美味しかったか。そうなんかこのデッキちょっと強いのかな。さあこれも全然カウンターにはなるんで一発受けちゃうけど、この後相手もきついよっていう。バルキリーのコースター間に合わないんじゃないか。うん、まあギリ間に合う。まあこのバルキリーとかちょっとめんどいな。お散歩。さあまあ校長ババはこれが強いね。まあでもこれでトルネ使わせられてんの美味しいな。まあワンチャンロキきます左。まあでも使ってくれよっていう、正直そんなゆっくりロケ削りしてると間に合うんですかっていうね感じで、俺はゆっくり、えやばい、それ俺のユニット天才がいる。待って、えゴースト、マジの幽霊やん、やばすぎる。左下ゴースト溜まってる、何言ってんだ俺。
からの、さあこのデッキは進化工場のデッキですよっていう。ちょ待って、ゴーストやばい、無能すぎるあいつ。なんちゅう笑えない、何やってんだ。おお、やっと来たけどさ、ふんふんふん、やっとすぎん。え、これ仕様なのかな、バグかな、わかんないけど、なんか稀に見るっすよね。さあジョーカーよろしく。まあ、せっかくならなんか進化交渉のガインをね刺しまくって勝ちたかったりもします。これも許容でさ、相手のバルキリーとかも突破しちゃうみたいなあります。1倍タイムの攻めすぎを許しません僕は。まさかの、まさかのガゴムレね、ギャングとかもある。いやまあゴストないし行っちゃってもいい。おい、防衛バレル使わせてダメージ入ってんのでかすぎるさ。からの4コス工場とかたまたま刺さったりもいいね。突進ダメ入るだけ価値があります。でこの吹き矢は一応無視できます。さあ枯渇デッキっすね今んとこ。バレルプリン吹き矢、ガゴムレがいたっすわ。ちょっと珍しい。まあナイトでもいいか。鬼枯渇的な。まあ許容して、これガゴムレあるんで待ってもいいな。いやあっちに使いたい自分もいたけど、え、さあヤナメを温存して相手のプリンとか他にユニットに使ってもいいな。え、美味しい今のでタワー折れてくれんのありがたすぎる。お、うまい、あ、惜しい。ヤナメマザネク、これやばいな絶対にガゴムレ殺すマンデッキ。さあ進化工場無限がいいんですね。はい、まあ相手諦めましたけど、突進しても壊れないんでね。もし工場さえ残れば最後まで希望はある。ナイス。さあラムライダークラインね、よろしくね。まあ結局ゴーストいうのがずっと強いよねっていう話なんでね。よいしょ、サンコスの範囲とサンコスの単体、こういったらが優秀すぎる。またここ使う、まあペッカやメガナイトね、まあ、こういう陸で攻めるデッキもだし、枯渇やドリルとか、ほんま最近幅広くいろんなデッキで使われすぎてるけど進化が楽しみ。進化来ねえかな早く、ゴーストいうの。ウルトラレアって進化来てないのか、来たっけ、なんか、いや来てないか。ウルトラレアが進化したらマジでおもろいな。やばい、これユーノからのヤナメとかでもよかった。いやブラスター強ー。え、進化してるウルトラないよな。まあまずはクララ初期カードのプリンセスやアイスイーズが進化するのかな、どうだろう。毎月進化カード出てるんでね。ウルトラが来るのもね、もうそのうちじゃないですか。さあ頑張って延命しようとしてくるところを狩ろうと思ったら延命されちった。ものすごいな、延命に本気すぎ。
ふふふ、俺だってさ、あーすごい、インフィが、まあ、次これ進化校もあるんで、この工事はどうだってよくて、まあ、こっからっすね俺の試合は。いきますよー。いやこの両性がね基本止まんないんでね。でこれは俺が最近よくやりすぎてる許容っていう言葉のご利用し許容って言っとけば許されると思ってね、もう最近守んなくなっちゃったな。いやこれやばいっすよね鬼すぎる。右も左もどっこいしょ。さあ進化工事が残って、左のタワーもフートがいて、キングまでこれ落ちちゃいますからね。これえぐないこの最後の最後のっていうのが、まあ進化がねこのデッキ回んのが基本的に2倍タイム入らないと進化しないんで、2倍タイムの進化入ってからの進化ラインと進化工場の両サイ攻めがもう強すぎて、今みたいになるマジで防衛むずいっすね。あんだけ来るってな。え、もしかしたら、もしかしちゃうねこれ。ナイトマサニックのデッキの時点で結構少ないんでね、可能性は高いね、ものすごく。これ工場でもよかった、まあ言うのでも許されるか。危ね、許されなかった。やべ、工場挟むべきでしたね。やっちったな。相手の方が進化も回ったし、流れとしては最悪ですが、先住さを守って勝つ未来も見えます。マジ一緒っすね。いやーこれムードないと形くんだけまずいな。よしよし、工場はね結構盾として優秀なんだね。生贄にします。次まずいな、許してほしいな。まあ、エレキがあんのが優秀だね俺は。俺はっていうか相手もあるわ全然相手も一緒なんだよな。いやー耐えることに価値ある。進化ナイト使っちった、やばすぎるかこれ。終わりそうな未来も見えるが、終わんない未来もある。問題こっから勝ったなきゃいけないんだよな。さあこっからセンスで勝ちますか。まあ守りたいな。でも俺右進化を回せてるのに価値があります。エレキ強えな。すげえどころじゃねえ、強すぎるの。
全然通んねえさすがに。お互い、うわー、1倍タイムのダメージ、これひっくり返せんのかな。先に攻めたら負けんだろ、削れないし。やべ、相手も引きこもるだけだと見せかけて、え、待って、時間ない、こんなゆっくり行ってる場合じゃなかった。はい、終わりました。さあ、ミラー対決は削り合えないということが判明しましたんで、一番痛いようにダメージ受けたら終わります。はい、通んなかったな、もう。はい、お互いエリキもマザネクも絶対処理できなくて、まあ、ムートももう突破できないか。後ろムート、後ろエリキ、後ろマザネク強すぎたわ。削れませんでした。まあ、だから逆に言うと序盤にさえもうなんかご利用して削ることができれば、まあ後半引きこもっちゃってもいいっていう話ですね。さあ、アイゴレスケめっちゃ26なんだけど、いや、バルーンもあるか。あ、26だったらあんまマスケどうだろう。あー、26らしい。やべ、なんかユニットの出す位置が、え、しかもブラスターだ。今って 2.6 オグでブラスターなの、珍しい、ね、ちょっと厄介っすねブラスター。まあ相手視点もまあまあ、でも進化スケ気をつけなきゃいけないか。本郷を抑えたいっすね。え、大砲使ったよ。いやー、強っ。これプリンセスターだったらな、こんな簡単に止まんないんだよな。おいしい、入るな。いやー、いた。でかい。本命はこのマザネック。でかい。本命はこのマザニック。お、いや、めっちゃ流れとしてはいいで、進化ナイトを貯める。おいしい。本命はこのマザニック、そしてやらめ削り豚が入る。
オッケー、ブッドブッドブッド。いやブラスターの 2.6 はマジでまずいっすね、正直。まあでもシンカライトちょっと強かったっすね。まあ、あとマザネクね。やっぱこういう工場バーバリアンとかの、まあ、陸で攻めるね、それこそペッカデッキとかはもう 2.6 がねほんまきついんでね、陸しかいないんで、あれどうやって通るねんっていう話になってくるんですけど、まあワンチャン掴むのがマザーネクロって感じか。なんかマジでまた一緒なことあんのかな。ちょっと流行ってるらしい。ダギがいい。強ー、ムート。ムートもエリキもね、少し前のバランス調整で一応強化されたんで、まあ、それもあってだいぶ強えな。出た。もうお互いこれ攻めれないんだよね、正直。何で差が決まるって言われると、もう決まんない。このヤナハメのダメージ。あとはマザネクの豚かな？ぐらいでしか勝敗つかなそう。片方がやんちゃとかしない限り、後ろマザネク、後ろユーノ全部強い。いやこのダメージ嬉しいっすね。いやもうネチネチ試合ではあるんですけど、もし矢の雨削りを覚えました私は。いや後ろ向いとまさにかさ突破できるかな、狙ってみるのもある。この世で一番のゴリ押しというものもあったりしなかったり。やばすぎる。これが正解だったり。鬼ゴリ押しやってることやばいかな。でもムートが残ってんのがさ相手視点、うわーきついんだなこれ。さあこういうプランもあるっていうね、シンカナイトで相手のダメージを全カットするからこその、まあ、残ったムートも強いか壊されたでユニットも舞台になっていくんで、なんか両サイド攻めのデッキではあるんですが、さあ今みたいに硬さえぶっぱでゴリオスも強そうね。さあよろしくブラスターね。いやなんかさっきの硬さえぶっぱめっちゃ良かったな。やっぱこういうデッキはね、結構両サイドで攻めるっていう立ち回りが定石というか基本。うん、なんか両サイ行くよねみたいな感じで使ってるんですけど、意外となんかもう何も考えずぶっぱした方が強いんじゃないかっていうぐらいさっきはいけたんで、結構脳筋でもいいかもしれない。やばいな、そのプリンスの変な動き。キモすぎる。いや、でもこれを連れてこれんのが工場で進化も回せるんでね。防衛ドリルして進化を貯めるみたいな感じで、工場も防衛とかに使って、ここちょっと苦しいんじゃないのってとこね。ユーノ追加して、陸ないんじゃね？でかい。いやー、フェニックス帰るか。さっきから優秀だな、あんた。ワンパン？やばい。これ卵壊したかったけど、そんな都合よくはいかんか。これ2パン？グロ。ブラスターニアスになってくんねえかな、フェニ。ちょっと強かったな、今の。
これやらめ使うと次進化ボンバーなんだいぶまずいかもね。いやー待っちゃうかこれ。一倍タイムのジャイプリ組まれるだけマジきついんで、ちょ無理せず耐えて。いやーごっちーの来るぞこれ。進化してなかった夏。つまんなすぎ本気で。いやーこれ突破できるかな。まあ一旦無理。やばい環境デッキが終わってる。つまんなすぎる。いや20秒か。いや終わったっすねこれ時間が。はい、うん、弱い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 というかあれだな。もうはい環境が強すぎたってことで、まあ、環境のデッキと比べるとちょっと取っちゃう部分もあるかもしれないんですが、まあ、進化工場自体はね、はい、めっちゃ破壊力あったおもろいカードなんで、皆さんもぜひやってみてください。チャンネル登録もお会いしますと、お会いしたことない。